はい、どうもこんにちは、コウスケとイタリアングリーンハンドのクレンです。で前回ね、動画でね、去勢しましたっていうね、動画を上げたんですけども、去勢のその後ということでね、今動画を撮っております。はい、まずですね、クレン君ちょっと格好が変わったと思うんですね。服とエリザベスカラーっていうのがね、形が変わったと思うんですけども、これね、なぜかというと、まずね、服ね、おしっこでね、べちゃべちゃになりました。はい、おしっこでね、べちゃべちゃになって、洗ってるうちに、このカラーが、この幅がね、こう、広がってるタイプのね、やつだったんで、届いちゃうんですよ。この子、首が長いんで、届いちゃって、舐めれちゃうっていうことでね、この、ちょっと長いのでね、変更してもらいました。はい、こういう感じ。痛くればね、短いのだと届きます。皆さん気をつけてください。はい。でね、これがね、変わるまで、こちらですね。この犬用のおむつみたいのでね、傷口を舐めないように保護したりなんかしてました。あとね、トイレがやっぱりね、これがあるせいでね、結構ミスるんですよね。これで入れなくて、その手前でやっちゃったりとかしちゃうんでね、ちょっとミスるんで、こういうのをやったりして、まあ、一応ね、守ってたんですけど、まあね、やっぱない方がいいね。はい、っていうことでね、帰ってきた翌日の話をしますと、一日ね、水を飲まなかったので、ね、おしっこ、まあそんな出ないかなと思ったら、帰ってきてすぐにおしっこね、大量にしました。まあ多分点滴なんかでね、水分入れてると思うんでね、それが帰ってきたら出ます。逆にうんちがですね、3日間出なかったんですよね。3日目に、うんちがね、大量に出ました。はい、急に改便、3日目で出なかったら病院にね、連れて行こうと思ったんですけど、見事な改便。はい、あとはまあ抗生物質を5日間ぐらい飲むかな、5日間ぐらい飲んで傷が塞がるのが約10日間。はい、10日間これつけっぱなしなんですけども、でね、あとこのね、エリザベスカーラーがね、でかくなったんで、グレン君のいつものね、この家に入れなくなったんですよ。はい、なのでね、急遽仮設のね、住宅を、作りました。はい、こちらですね、グレン君の仮設住宅。はい、こういう感じになっております。トイレがね、3つと布団ですね。はい、ここに一応ね、水飲み器、これちょっとね、飲めるか分かんないんですけど、飲めないね、多分ね、飲めないんですけど、一応ね、設置してあります。はい、一回ね、クレン君どうですか。はい、こんな感じ。クレンどうですか、新しい住宅は。クレンおお、こっち見た。クレンどうですか。ほうほうほう、えんん、そう、こんな感じね。クレン君ね、仮設の住宅のがね、クレン君広いね、こっちの方がいいんじゃないかね、グレン君。はい、こういう感じね。お、いいね、落ち着くね、グレン君。いいね、落ち着くね、そこね。はい、はい、ということで、グレン君のね、去勢途中経過でした。ご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは皆さん、アディオス。